デヴェル・ウィルソンはオーストラリアの女優、コメディアンである。1980年にオーストラリアのシドニーに生まれる。三人兄弟がおり、両親はプロの犬の調教師だった。数字に強かったことからもともとは数学者になるつもりだったが、進学したニューサウスウェールズ大学において法学と演劇を専攻。国際ロータリーの会員でもあり、アンバサダーとして、 南アフリカ共和国にも1年滞在した。しかし、マラリアにかかってしまったことで帰国。地元のオーストラリアンシアターンフォーヤングピープルで、さらに演劇を学び、ニコール・キットマンが設立した若き俳優志望の学生への奨学金を得たことで2003年にニューヨークへ渡る。ニューヨーク滞在中は、即興コメディ集団のセカンドシティへ所属。また、 持ち前のコメディセンスを生かし、脚本、プロデューススタンダップコメディアンと様々な能力を発揮。後に自身が執筆した脚本のミュージカルをメルボルンで上演したあたりから好評を得始め、太った体格を生かして、オーストラリア国内のシットコムやテレビドラマなどへ出演を重ねる。中でもオーストラリア国内ではコメディドラマピザへの出演で知られており、その他にもオーストラリアが ロケ地となったニコラス・ケージ主演のゴーストライダーへ出演するなどして着々とキャリアを重ねていった。2009年にはショートフィルムフェスティバルのトラーフストにおいて最優秀女優賞を獲得している。後に活動の場をアメリカへ移し、ウィリアム・モリス・エンデバー・エンターテイメントと契約。渡米後に出演したブライズ・メイズ史上最悪のウェディングプランでクリステン・ウィグ演じる。 主人公のだらしないルームメイトを演じた。同作品は大ヒットを記録し、ウィルソン自身もシットコムやテレビへの露出も徐々に増えていき、アリアミュージックアワードではホストを務めたほか、イベントなどにおける露出も増え、アメリカ国内でのキャリアも順調に重ねている。太った体格を生かすキャラクターを演じることが多く、キルステンダンスと主演のバチェロレッてあの子が結婚するなんて。では、 仲良し同級生の美女を差し置いて一番初めに結婚してしまう主人公の友人をユーモラスに演じている。2013年の MTV ムービーアワード2013ではホストを務めた。2013年から米国で放映されたコメディシリーズドラマスーパーファンナイトでは主演に抜擢された。 また2011年には有名ダイエット会社のジェニー・クレーグのオーストラリア部門におけるスポークスマンに任命されている。2019年にジェニー・エニドッツ役で出演したミュージカル映画キャッツでデジタルテクノロジーによって猫化したキャストのビジュアルなどが国評されると第92回アカデミー賞受賞式では共演者のジェームズ・コーデンと共に猫の姿で 資格効果賞のプレゼンターを務めたことが話題となった。他、第40回ゴールデンラズベイリー賞では、最低女演女優賞を受賞した。2012年に、ブライズ・メイズ史上最悪のウェディングプランにおいて、自身の兄役を演じたイギリス出身のコメディアンマット、ルーカスとウェストハリウッドでの同棲が報じられている。ルーカス主演の2012年の、スモールアパートメント分けあり物件の隣人たちへも、 出演している。ありがとうございます。